どうも料理の兄さんリュウジです。はい、それではですね、私リュウジが考案した雪見大工風を紹介させていただきます。雪見ティーアフォガートですね。何言ってんだって感じですね。なんか ね横文字ばっかりね。これですね、先に言っておくとですね、簡単にできるのにかなりですね美味しい雪見大工風になってます。これね、かなり自信作です、マジで。なのでですね、こちらの僕の超自信作雪見アフォガートを早速これから作っていきたいと思います。はい、それではですね、材料説明いきます。まず雪見大福1個ですね。あと市販の紅茶のティーパックです。こちらを1つ用意してください。なんとこれだけです。はい、それではですね、まずマグカップにですね、紅茶のティーバッグ1つを入れまして、お湯を入れます。お湯はですね、沸騰したお湯、だいたい 60cc ぐらいですを入れていきます。ティーバッグ1つに対して、60ってかなり濃いんですけども、こちらはですね、ティーアフォガートということですね。ものすごく、コク出した紅茶を使っていきます。こうすることによってですね、紅茶の香りがものすごく出て、美味しい雪見アフォガートになるんですね。雪見ティーアフォガート、かなり濃い紅茶の香りがしますね。はい、これぐらいですね、出ましたらパックは一度捨てちゃいます。こちらのおしゃれなグラスの方に、入れていきます。じゃあこちらで準備ができましたので、やっと登場ですね。はい、雪見大福です。こちらはですね、グラスの方に、これもね、おしゃれなグラスの方がいいですね。こちらにですね、を2つ盛り付けていきます。こんな感じですね。あとはですね、こちらの熱々の、濃く入れたティーをこの上からバーッとかけていきます。かけたらですね、これでもう完成です。雪見ティーアフォガート完成になります。超簡単。はい、それではですね、雪見ティーアフォガートが完成しましたので、早速食べていきたいと思います。濃く煮出したティーと一緒に召し上がってください。こんな感じですね。いただきます。抜群、香りがねすごいです。これ紅茶の香りと雪見大福のバニラの香りですね、ものすごくねマッチングしております。これねすっごく美味しいです。まあ、僕がね、コーヒーより紅茶派っていうのもあるんですけどね、この混ざり合ったティーとですね、紅茶とこの雪見大福が混ざり合ったところですね、ここがうまいんですよね。これはね、本当にここだけ飲んでいただいてもものすごい美味しいです。これはとっても美味しいです。あとですね、紅茶が、あったかかったのもあってですね、この、雪見大福のこの大福の部分ですね、もちもちの部分がですね、いい感じにとろけてですね、かなり美味しくなってます。雪見大福はね、この餅の部分がね、この大福の部分がね、うまいんですよ、これ。子供の頃めちゃめちゃ食べたんですよ、これね。この餅の部分めちゃめちゃ好きな、この大福の部分が。紅茶に合うな、これ。もう本当にね、今かなり混ざった状態なんですけども、すっごい美味しいロイヤルミルクティーになってるんです、これ。これね、皆さんね、本当に一回ねやってもらいたいんですよ、これね。このもちもちの大福部分がもうさらにもちもちになってですね、めちゃめちゃうまいです、これ。ぜひですね、皆さん濃く入れた紅茶をね、雪見大福にかけるだけです。それだけでですね、本当に美味しいデザートになってしまいますので、皆さんぜひ試してみてください。新しい味の開発に困っている雪見大福さんが雪見大工風を開催しており、雪見大福に一工夫加えた開発アイディアを募集中です。アイディアでは愛していることにもこだわらないというですね、非常に面白いキャンペーンになっております。またキャンペーンに伴い、皆さんが投稿してくれた雪見大工夫が見れる雪見大工夫室も開設しています。詳しくはサイトをチェックしてくださいね。